これ初めてなんじゃないの、この3人が集まる感じ。そうだね。今日ねちょっと皆さんに集まっていただいたのは、はいはいはい、まあ他でもありませんよ。おい、泣くんだ俺は。ごめん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 。おい、さてこのワールドなんですけれども、はいはい、これちょっとね僕が購入したワールドなんですけど、これなんだかわかる、ペンと。これ、あ、これピンクのやつ。そう、これさすがにさすがに桜だよねこれね。違う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 、桜はわかるわ。この建物答えてください。何これは、何、教会、教、違う違う違う、学校か、学校か、学校か。学校ですよ。確かに。でね、今日は何をやりたいかというとですね、はいはい、あの君たちとまあ仲良くやってるのはさ、うん、中学生までだったわけですよ。たし、はい、あれ、いて、おい、殺すぞ。こういうやりとりも、うん、まあ、高校になったらさ、はいはい、離れ離れになってしまったわけじゃないですか。そうだね。そう、だから、うん、マインクラフトの世界でせめてね、うん、高校生活を一緒に送ろうというね。やっぱこれお腹すかないで、これ大丈夫、これ。あ、お腹すくと思う。やばい、これやばいよ。食べ物がなんもない。じゃあとりあえずこっち来て。これねすごいよ。ちなみにこのさ、ご飯食べるやつとか、これ食堂、お弁当だと思う。お弁当殴るとなんか出てくんだよ、ほら。石出てきた。岩盤が出てくんだよ。岩盤食えって言われてんだよこれ。石食えってことかい。で、ここです、ここです、はい、どっかおお、あれ、待って待って、看板が、名前が、あ、そうそうです、よく気づきましたね。犬たぬき、ペンと、そして後ろに園長。これは僕がね用意させていただいたんで。ちょっと園長これさ、はい、あれじゃない、確か園長と正式名称ってさ、確かに園長丸じゃなかったっけ。これまずいんじゃないこれ。というわけで、はい、あの各々ちょっと用意したんで、あ、ごめん、入ってるやつ、はい、入ってるやつをね、まあゲットして、はい、装備してください。はい、待って、これ開けるの出てるんだっけ。開ける、開ける、初心者か。やばい、ちょっと、あ、L、 L、 初心者か、あ、 R、 L2 か、 OK、 OK、 OK。え、なにこれ、ガンダムみたいになってる、ガンダムみたいになってる、ガンダムみたいな。こっちです、こっち、はい、ここ、はい、ナースオフィス、ここですね。で、ここが医務室になるんですけれども、はい、まあ、この一番奥にちょっとベッド僕が用意しといたんですよ。おお、ちょっとしといてくれる。一回殴ったよ。これで、これでもし死んだらこの場所からねスタートすることに。保健室復活か。そう、保健室復活にしときます。この先ね結構死ぬこと多いかもしれないんで。学校で死ぬことある。多いと思うんで。一言言いたいんだけど。まあ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 、学校で死ぬこと想定することある。死んだ時はここにね来るようにしてください。はい、お願いします。先生。はい。あ、先生じゃないのか。いや、俺は先生ではないよ、一応。一応同じ生徒。一応クラスメート。でも、理事長の息子みたいな感じ。めっちゃ偉いやつじゃん。逆らえないやつじゃん。だって、これ俺がお金払ったからね。300円で。確かに。買収したから、これ。その理事長の息子だわ。理事長の息子だから。で、今度こっちは、あ、これね、体育館が2つあるんですよ。体育館、金持ち学校だな。マジで金持ち学校。右側行こう、こっち。ほら、見て。おお。なんかポケモンバトルフィールドみたいになってないこれ。ポケモンバトルでしょ、絶対これ。どう見ても、これポケモンバトルでしょ。いやいや、ポケモンバトルじゃねえよ。まあ、これはね、うん、遊び方は、うん、サッカーはできないんだよね。あ、そうなんだ。そう、見た目しか良くないから。あ、でもね、バスケだったら俺遊び方一つ思いついたんですよ。はいはい。これこっちポチッと押すと。わかるわかる。どれどれ、バスケが真ん中になってる。え、すごい。ほら、わかる。え、バスケ真ん中になってるでしょ。本当だ。え、ゴールが変わったってことでしょ。そうそうそう、もう一回ボタン押すよ。え、すごい。はい、押した。もう一回ボタン押すと、ガシャン。あれ？ん？おい、誰だ、壊した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 、誰だ、壊してません。僕じゃない、僕じゃないです。犬たぬきです。これ、犬たぬきが壊してるとこ見ました。嘘だ、嘘だ、嘘だ。あ、もう、もうバスケしかできませんね、僕ら。で、僕ちょっとこれね、遊び方思いついたんですよ。ちょっとここにね、スライムブロック置いておいたんで、まあ、スライムブロックを、はい、ここかな、ここにとりあえず置いとこう。はい。で、まあもうバスケットボールとかないから、マイクラの世界では。はいはいはい。自分が入るしかない。なんだって。じゃあちょっと園長こっち、自分が入るって何？ちょっと園長下にいて。はい。で、俺とペントちょっと上に上がってこよう。こっち、こっち来て。オッケー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 。ペントこっち。はい。ちょっとこっちにね、階段用意したい。おお。用意がいいでしょ。用意がいい。今日は用意がいいでしょ。今日の犬たぬきは一味違うぞ。今日は一味違うよ。すごい。ほら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 。あー、落下した、あ、痛い、あ、死んだ。死んだ。事故だ。
です。おい、これ欠陥があるだろ、これ建築に問題あるよ、これ生徒危ないよ、これ登っちゃいけないところに橋を立てちゃってるから、もうすでに死んじゃったもん。ちょっと医務室から頑張ってこっち戻ってきて、あれ医務室じゃないとこで復活した。オッケー、戻ってきました。はいはい。で、今からね、とても危険な遊びなんですけれども、え、なんか体育館の上にいるの、これ私って。そう、今上にいるの。いや、これ危ない、落ちるじゃん。高い。この下にちょうどバスケットゴールがあるのね。はい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 。このバスケットゴールにうまく入れば、シュッてね、その下のスライムブロックまで行けるわけですよ。なるほど、スライムブロックってもしかして落ちても大丈夫みたいな。あ、大丈夫大丈夫。あ、そういう意味での。そうそうそう、だから自分がしっかりボールになるっていうゲームです。どういう遊びだよこれ。セルフダンク。しか思いつかなかった。セルフダンク。というわけで、はい、じゃあまずは僕が行きます、はい、僕今体力3しかないんですよ。なぜか知んないけど全然回復しないんだよね。だから失敗したら死ぬと思う。よ、頑張れ。園長見ててね。見てる。行きます。はい、あ、行きます。はい、あ、行きます。はい、あ、はい、僕失敗しました。どういうこと？なんか途中で引っかかんなかった今。引っかかった。引っかかるとダメージ食らう。なるほどね。こういうの得意。ああ、え、入ったよ、入ったよ。入ってない、入ってない、入ってない。もっとちゃんとスッて最後まで。え、入れんのこれ？入れる、入れる。ほら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 、ほら、ちゃんといけるでしょ。めっちゃむずいじゃん。じゃあ次園長行っていいよ。いや、ベントも行っていいよ。いいの？これ一番最初にうまくいった人の勝ちね。じゃあ了解。ああ、はい。良い子のみんな真似しないでね。危ない、こんな学校。真似できねえだろこんな遊び。さあ、ベント選手。行きます。どうぞ。行け。結構ね、あ、怖い、まず怖い、ちょっと待って、超人を知ってる。あー、園長。じゃあジャンプしてそのまま行く。ジャンプし、ちょっと後ろ入れた方がいいよ、有力。行くぞ、はいはい。うわーくあ全然ダメダメだね、体が。任せて、行くよ。はい。これね、一回前に出た後、その後まですぐに後ろに下がるっていうね、動作が必要なんだよ。どういう、こう、ほら、え、ほら、すごい、ほら、今できたでしょ。なんか一瞬引っかかってなかった、でも。いや、引っかかってないって。すぐ難癖つけるじゃん、本当に。よせか、今の。本当に。なんか今、引っかかったらダメージ食らうんだっつうの。横から見てたけど、なんかおかしな動きした。なんかチートを入力してましたよ。チート入力してません。パッて怖い、痛い。痛い。もうさ、痛い。マイクラ下手くそすぎでしょ。痛いよ。さあ、園長選手。いきます。はい、どうぞ。シュッ。おー、うまい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 、はい、できた園長。じゃあ、あとはペントだけなんで、行きますか、じゃあ次。待って、俺、また道に迷った。うわー、戻ってきた。iPhone、回収。全力で回収。もうラストチャンスだよ、ペント。いや、って、さすがに。2人できちゃったもん。さすがにクリアさせてくれ。これ、リアルの世界だったら、もう次の遊び行ってるよ、もう。俺は暇だもんね、園長。待って、待って。暇暇。行くぞ。はい。行け。うわー、だこれ。めちゃくそじゃん。うわ、左側のポストに弾かれた。次行こう。待ってよ、次行こうぜ。降りれない。で、逆側の体育館、こっちはね、何になってるかっていうと、はいはいはい、室内プールなんですよ。え、室内プール。おお、すごい、金持ち学校だな、完全に。金持ち学校だよ。すげー。ちょっと泳いでみます。はい、位置について。はい、3、2、1、スタート。いけ。はい、始まった。負けられねえ、この戦い。いい試合、いい試合。この戦い負けられねえ。めっちゃいい試合だよ。若干園長の方が早いか。お、やばい、やばい、ターンが負けた。ターンが、お、園長の方が早い。あー、めっちゃ進んだ。後ろから殴ったら不正を働いた。あげくに働いたら、あ、大加速した。え、待って、今あれ、犬たぬき体力どんぐらい今。1か。おい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 スタート。はいはい、これは早いんじゃないのか。いける。あ、やばいやばいやばい。あ、いい勝負だよ。よし、いい勝負、いい勝負、いい勝負。ターンを決めて。ターン決めた。いいよいいよ。はい、若干、よし、若干ペットが遅いか。ペット、若干、じゃあ右足。はいはい、あー、届かない。あ、で、あともう一つ楽しみ方があるんですよ。はいはい。それこっちです、こっち。
飛び込みですね、飛び込み。どこ？飛び込みはね、こっちに用意しました。この後ろにまたはしご用意しといたんで。出た、この危ないやつ。また、じゃあまあ園長も来ていいよ。俺が最初に飛び込むから、これお手本で3人で行って。ここ危な。そう、ここ、これ気をつけて。危ないんだよね、この辺から。そもそも違う、あの、押しちゃダメだよ、マジで。押さなきゃ大丈夫。じゃあ俺も、押しちゃダメって言うから。押しちゃダメって言うから。だから言ったじゃん。さっきも体力ないんだって。押しちゃダメって言うからさ。押しちゃダメって言ったら絶対に押さなきゃダメでしょ。あれ犬たぬきの、あれプールの中に落ちたよ、いっぱい。はい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 。ってなくなっちゃうの全部。大丈夫大丈夫大丈夫。大丈夫か。はい、耐える。オッケーオッケーオッケー。ああ。何やってんだよ。お前あー、なんか水の中にいっぱい落ちてる。おいおい、それ俺のもんだよ。待て誰だ誰だ。俺の荷物は俺の荷物だよ。なんか水の中に落ちてたよ。え、水の中。うん、なに今ね、俺ペットを上から叩き落としたから、ペットが終わってるかもしれない。じゃあお前勝手に俺のやつ着てるだろ。あ、その可能性ある。あ、いや、でも違うか。でもなんか服いっぱいあるよ、俺なんか。いや、なんでそんなにあるんだよ。なんか服いっぱいあるよ。よこせよ、服を。服よこせよ。パンパンやるよ、ほら。パン1個だと。パンでも食ってろ。おいおいおい、できた。パン投げてきた。いいのかおい。パンの恵みだ。理事長の息子はそんなことしていいのか、おい。待って、やばくない。不審者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 でしょ。俺大丈夫、これ下履いてない人だよね。これ警察呼んだ方が。変態おじさんだ。この角度やばいわ。ちょっと後ろ向きやばいわそれ。